ビワ被害は、コイカカマツカアカに属する魚。ビワコ固有種である。カワヒガエスブイベリアギャタスとは、アッシュの関係となる。自然分布は、ビワコとセタ川であるが、移植等によって、東北地方、関東平野、北陸地方、諏訪湖、高知県にも分布する。全長は、約20センチメートルほどになる。背びれに1本の黒色体がある。幼魚は体側に、 黒色立いがあるが、成長に連れ薄れる。川は被害に似ているが、糞が尖って長く、やや口が大きいなどの違いがある。また、目が小さく、おひれ公園の切れ込みが深いという特徴がある。口ひげは短い。繁殖期のオスは、頬が大色になり、目が赤くなる。湖や河川下流域の砂底や、され規で障害物の多い場所に生息する。 雑食性であり、水生昆虫や小型の巻貝、付着藻類などを食べる。繁殖期は4月から7月であり、川被害と同様にメスは、石貝や、互いなどの2枚以外の樹水管に散乱管を挿入し、外桃空に散乱する。散乱の時には、私有同時に散乱と縫製を行う。2年で成熟し、飼育下では6年ほど生きる。釣りの対象にもなる。 戦術したように、本来は、琵琶湖水系のみに分布するが、水産資源として各地に移植された。1911年に、石川県に前方へ、1917年には、霞ヶ浦に移植された記録が残っている。また、琵琶湖山の血合湯に混じって移入したケースもある。川被害とは、亜種の関係のため、交雑による遺伝子汚染の可能性が指摘されている。 ありがとうございます。